こんにちは、ソルトです。今回はいらないテレビをデュアルディスプレイに変えようと思います。デュアルディスプレイは2画面のことです。家のアンテナが壊れてテレビが見れなくなって3ヶ月ぐらい経ちました。テレビを売ろうかと思っていました。そんな時にこの前の動画で新しいデスクトップを紹介している時に新しくモニターがあったらさらに効率的になるのではないかと思いモニターを買おうと調べたんですけど1万円ぐらいして高いなって思ったんですよね。そんな時にふとテレビが目に入ってこれ使えるんじゃねって思って調べるとケーブルをつなぐだけで使えるみたいなので実際にケーブルを買ってきました。そして買ってきたのがこちらです。特にこだわりはないので Amazon で USB Type-C のケーブルと HDMI をつなげる線を1200円ほどで購入してきました。株式会社ユニさんの USB-C to HDMI ケーブルです。一応概要欄にリンクを貼っておきます。それでは実際につないでいきたいと思います。今回接続するのは5年か6年前に購入したこちらの東芝レグザの32型のテレビです。ほこりかぶってます。それでは商品を開封していきたいと思います。カード入ってますね。開封しました。見た目はすごいシンプルですね。長さは 1.8 メートルです。はい、それでは接続していきます。まずは MacBook に挿します。お、接続すると接続部分が光りましたね。ここですね。ちょっと分かりにくいですけど、ここが光りました。接続するとね、ここが光るみたいですね。次にテレビ側に挿していきます。それでは挿していきます。テレビの裏に回って HDMI1 に挿します。これで接続は完了しました。それではテレビの電源をつけていきたいと思います。やっぱアンテナが壊れてるのでテレビはつきません。じゃあ切り替えをしていきます。お、ついた。これで接続することができました。この状態で Mac のカーソルを動かすと分かりますかね。両方同時に動いています。これでもいいのですが、これでは画面ごとに違う画面を表示することができません。なので設定を変えていきます。システム環境設定からこちらのディスプレイで、こちらの配置で、こちらのディスプレイをミラーリングのチェックマークを外すとちょっと画面が消えて、すると、MacBook の画面を変えてもテレビの画面は変わることはありません。これでデュアルディスプレイの完成です。で、こちらのウィンドウを左側に持っていくとこのようにテレビの画面に表示させることができました。これで左側でこちらで検索しながら作業をすることができます。で、こちらの状態で今右に持っていこうとしても移動することができません。設定画面、設定画面を見てもらったら分かるのですが、画面が
左に来ているのが分かります。この画面を右に移動させてみましょう。このように設定の画面を右に持っていくと、先ほど左に移動させてたのに移動させなくて右に持っていくと、右側からテレビに侵入することができます。これは設定画面が MacBook に対してもう一つの画面がどこにあるのかを表しているからです。ですので自分のもう一つの画面がどこにあるかによってこちらの設定を変えてみてください。このように上に配置することもできます。補足なのですが、この状態で MacBook を閉じてもテレビの大画面で操作することができます。それでは実際にやっていきます。このように画面を閉じると MacBook の画面が表示されました。閉じるとキーボードがもちろん打てないので、こちらのBluetooth のキーボードを接続すると使うことができます。これでテレビの大画面で MacBook の作業をすることができます。ただし MacBook にこちらの電源線を挿している状態のみになるので、そこは注意点になります。いかがでしたでしょうか。デュアルディスプレイを使用することで作業をより効率化することができます。動画配信サービスが普及している今、僕みたいにテレビが家に眠っている方がいらっしゃるのではないでしょうか。そういう方は今すぐ Amazon で接続線を購入してやってみてください。とにかくポチってください。たった1200円で作業が効率的になります。1200円でこれからの時間を変えると思ったら安いものじゃないですか。もちろん USB の形やテレビに HDMI の挿すところがあるかを確認してくださいね。特に画質にこだわらないモニターを買うお金がない方はぜひやってみてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。これからも動画を更新していきますのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。